ルイさん、俺も陥落しそうですよ。しばらくここにいられるんですか？小隊長に聞いてみるんだな。小隊長、命令は出たんですか？残念ながらそうだ、フィッシャー。この48時間休む暇もなかったんですね。近頃は全軍が超過勤務してるんだ。つまり軍曹の言うのはです。言わんでもよく分かっとる。命令はこうだ。我が隊は先発としてここに滞在、休養とレクリエーションを取る。休養とレクリエーション？ふっ、ねえ小隊長、本当に骨休めできるんですか？もういい頃だよ。ああ、静かにしろ。今本部の少佐と話したが、本隊は師団本部好きになった。この裏に司令部が置かれる。少佐の言われるには、本隊の隊員は可能な範囲でレクリエーションを楽しめ。みんな 2,3 日デレデレするんだな。デレデレしろって言われましたね。命令と思ってよし。いや、喜んで命令に服しますよ。ありがとうございます。さあ、これで女房子供に長い手紙が書ける。小隊長、たかられたって知りませんよ。覚悟してるよ。And Vic Morrow. Co-starring Gail Coby. ケリー、はい、マックス、裏へ回れ。カービー、はい、ブロックマイヤー、向こう側だ。リトルジョン、thank you.
my boy, laugh. Des Américains, des Américains, la rue de Décroce. Monsieur, avez-vous des cigarettes? Avez-vous des cigarettes américaines? Monsieur, monsieur, je vous en prie. Des cigarettes américaines. 何もありません。逃げられましたね。怪しい奴を見なかったか聞いてみろ。Quelqu'un passé par ici? Non, 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 non. Monsieur, avez-vous des cigarettes américaines? ないない。さあ、行こう。Je vous en prie, des cigarettes américaines. ペリー、リトルジョン、こっち側の家を調べろ。カビー、マークス。はい。向こう側の家を当たれ。もういやしませんよ。とっくにつらかったら。とにかく調べろ。逃げられました。フィッシャーは死にました。女房に長い手紙を書きたいと言ってたのにな。敵は4時間前にここから撃退している。狙撃兵が残ってるとすると、そいつはここを死に場所にするかもしれん。逃げる前に一発撃ちたかったのかもしれません。それとも体当たりでやってくる手強いタイプかもしれん。町中の建物の各部屋をしらみつぶしに探すんだ。あの野郎を仕留めるんだ。いやしないって言ったでしょうが。丸二日の休みが幽霊と鬼ごっこではあるのか。無駄口叩かずにやれ。行け。検査。狙撃兵がいるから出るなと言え。Il y a un franc-tireur dans le village. On vous a demandé de ne pas rester dans les rues jusqu'à temps qu'on l'abatte. Vous avez compris? Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Je ne sais pas en Canada. C'est vous qui êtes les soldats. Vous portez l'uniforme de l'armée américaine. Songekhei a dératé le nom américain, donc il est prêt à dire. Pourquoi est-ce que vous avez confiance? En fait, vous en êtes si sûr. Parlez-en. Maintenant, c'est bon. Tout simplement, c'est une chasse. Allons.Bonjour. Hey, ah, 君あのイングリッシュ話せるかい？ Oui. アマデラにいた子供の頃教えてもらったわ。そういった豪気だな。ああのね、狙撃兵のことで聞きたいことがあるんだよ。ほらさっきあの外で GI を撃ち殺したやつのことさ。あ、わかる？狙撃兵。おわかり？ Oui.Non. へあ、なあ、あんたと俺すごく話が通じるじゃないか。え、まるで国に帰ったみてえだ。勤めはいつ終わるんだよ。あ、ちょっと聞いただけだよ。仲良しになろうとしてるだけだぜ。少しぐらい解放軍にさ協力してくれたっていいじゃねえかよ。え、俺は何もしやしねえよ。な、ただの孤独な GI なんだよ。今晩おデートしてさ、少しこの仲良くなっても別に悪くはねえだろ。そばに寄らないで。これはすげえ力持ちだな。あ、うちの分隊に来ねえか。そのバイトなら十分役に立つぜ。いい加減にしろ。
狙撃兵を探すのはどうした。でもさ、みんなに聞いてみろって言ったでしょ。だから聞いてるんですよ。俺には分かってるぞ。よし、探しに行け。分かってますよ。どうも失礼。あいつは時々脱線してね。ええ。さっきの男は娘のことを何と言ったんだ。ああ、あれはろくな娘じゃないんだからカビを叱るなって。ああ、そうか。狙撃兵の的になりてえのか。ねえ軍曹、あんたまでびくついちゃいけませんやね。とにかく中に入れ、早く入れ。おいガビ、なんて言われた。レクリエーションやってもいいのか。戦争が終わったらな。ジェックメイトキング2。はい、ほぼ安全です。到着直後、狙撃兵のため1名戦死。おはよう。正午に到着ですな。どうぞ。はい、大丈夫です。以上。何か
昨夜はえらく静かでしたよ。狙撃兵も寝てたか。こっちはそれどころか兵隊はイライラしてます。休みが無駄になるってね。着いてから15時間になるが休む暇も遊ぶ暇もない。かわいそうですよ。数時間後には200名の後続部隊が着く。連中も疲れてるんだ。連中は絶対安全だと受けやるが。どうしろと言うんです。町中しらみつぶしに調べたが影も形もないんですよ。今大隊長と話したんだが、狙撃兵のことを話すと本隊到着までには片付いていることを確信するとさ。大丈夫か。軍曹は？ああ、店の中で親玉と話したら。狙撃兵の件か。ああ、そうだろう。はい、一本くれ。中に入ってた方がいいぞ。少しは答えたか。入ろうとしてたんですよ。どっから撃ってきた。わかりません。即死だ。これでも十分調べたっていうのか。多分あの上の辺からだと思います。よし、あっち側を見よう。行け。みんな内へ入れ。外へ出るな。早くしろ。ケリー、リトルジョン、来い。表へ出るなと言ったろ。ああ。Les Américains arrivent. Tu dois partir. Tu dois quitter. Hans. Oh mon Dieu.
tout, toi qui t'es.狙撃兵は常に移動している。向こうにはこっちの動きが分かる。だから撤退するように見せかけよう。全員で町を出て行き急いで引っ返してくるんだ。お前は経理とあの部分の建物を探れ。うまく引っかかってくれればいいが。行こう。ブロックマイヤー、リトルジョン、あの道を帰れ。ドッグ、デイビス、あっちだ、カービー。はい。お前はあっち側を横に行け。オッケー。さあ行け。オープン。中でうろちょろしてたんで危ないとこだった。何したか聞いてみろ。狙撃兵探しだそうです。火星が必要だって。そうかもしれんな。いや、quelques buildings déserts et nous avons vu quelqu'un rentrer dans la vieille usine。ルソ、あっちに工場の跡があって、そこに誰か入っていくのを見たそうです。工場の跡か。家へ帰ってろと言ってやってくれ。ああ、礼を言ってな。Allez les gars, restez pas dans les rues, rentrez à la maison, vous avez compris? Vous allez nous appeler si vous avez besoin d'aide. 火星がいるときは呼んでくれと言ってますよ。よし、頼もう。さあ、お帰り。Allez, rentrez, hein? Et merci.一つ工場に行ってみるか。キャフェの女の子だ。ボンジュール、メッシュ。ボンジュール、マムジュル。こんにちは、軍曹。何してるんだね。表へ出ないように言っといたはずだ。あの散歩に行きました。すぐ村に帰んなさい。二人とも外に出んように。ウィー。軍曹さん、
怒っていません。いや、フランソワーズ怒ってないよ。さよなら。この道で男を見なかったかね。工場の近くあたりで。ノン、ノン、ボンジュー、ボンジュー、ボンジュー。どうもわかりませんね。だいたい狙撃のやつどういうつもりですかね。何する気なんだろう。たった一人でさ。たった一人でも負けねえという心意気だろう。そうか。弁護しろ。ヘリ。はい。大丈夫だ。降りてこい。誰か住んでたらしい。でさ、狙撃兵だ。とうとう見つけた。だがねぐらだけだ。帰ってきますよ。見られてなきゃな。どうしましょうか。何もかも元あった通りにしとくんだ。かき回した後を残さんようにしとけ。はっきりしてるのは、やつが軍服を着ていないこと、ここに腰を据えていること、いつどこでもそうか見当がつかんことだ。工場に張り込んで待ち伏せしたらどうです。それもいいが、もし見られているとなると二度と寄りつかんの。見てないかもしれません。そうかもしれん。雲をつかむのと同じだ。20分後には本隊が来る。ブロックマイヤーとリトルジョンを工場にやっとこう。俺は何してましょう。じっとしてろ。ここが司令部だから。この辺にいてくれ。はい。軍曹さん、コーヒーをもう一杯かな。ああ、ありがとう。どう。チーズでもいかがですか。あまり腹が減ってないんだ。ここに置いておきます。また後で食べたいときに。うん。どうしたね、フランソワーズ。心配か。あんたは他の連中と違ってるようだ。尼寺で英語を習ったんだって。イエス。尼さんになりたかったの。そう。私いつかはそうなっていたはずだけれど。どうした。戦争。いいえ、
あれは戦争の前よ。どうして気が変わった？あなたにならお話しするわ。私が14の時、ある日村へ出たの。天さんの御用で糸を買いに。名誉なお使いなのよ。村長の息子が私を連れ込んで、そうして私、誰も信じてくれないで、不死だらな女だって。あなたには関係ないことね。ごめんなさい。何もそんなに恥じることはないさ。そんなことは忘れるんだよ。一つ道を踏み外すとどんどん落ちていくものよ。よその土地へ行けばよかったのに。父がいるのよ。年寄りだから世話しなくては。お父さんが死んだ後もみんなを憎みながらここにいるのかね。どうしたあなたそんな言い方をするの。世間にはもっと辛い目に遭ってる人がたくさんいる。だがみんな立派に切り抜けてるよ。私もどうでもいいの。毎日少しずつ死んでいってるのよ。私が気にしないなら私がどうなったってあなたが気にすることないじゃない。いや俺も疲れたんだろう。町が焼かれ人が死ぬのを見てきたろ。それにはちゃんと訳があり、俺はそれを受け入れなくちゃならん。戦争をね。だがあんたには死ぬ理由がない。まだ若くて可愛くて、それにとてもいい娘さんだ。そういう人が生きたくないと言うんじゃ、一体何のために戦争してるんだ。やられたわ。大丈夫です。
裏を調べてください。ケリー、誰か見なかったか聞け。Dites, madame, vous avez vu passer quelqu'un avec un fusil? Non, nous n'avons vu passer personne par ici avec un fusil. Minai Sodas. どうしてあんなことを。フランソワーズ、あの人に逃げるように進めるつもりだった。だが俺に怒鳴った。知らせてくれた。あなたが優しかったからね。え、一人ぼっちは
とてもつらいわ。ドイツ兵でも一緒にいれば寂しくなかったの。翔さんのところに報告してくる。翔隊長、例のあの子のことは報告しなくてもいいでしょう。してはいかんのか。もう済んじまったことですし、その必要ないでしょう。町の連中はあの子に冷たかった。のけ者にしてた。あの子は誰かすがる者が欲しかったんですよ。誰か、それがあいつだったんです。二人やられたんだぞ。分かってます。でも俺の代わりに死んだんです。よし、分かった。Thank you.